はい、皆さんこんにちは、頑張るマンと申します。はい、皆さんいつもご視聴のほどありがとうございます。はい、で今回初めてこのチャンネル見たよっていう方はですね、このチャンネルはですね、私頑張るマンがですね、47歳の時に、会社を脱サラしてですね、個人事業フリーランスとしてですね、働いていっている様をですね、いろいろと配信したり、現在私もう50歳になったんですけども、まあ私のね思いとか仕事のこととか、まあいろんなねことをねただただね話しているチャンネルになります。はい、なんでぜひですね、私と同世代の方とかですね、またまた、これからね、脱サラしようと思ってるんだとか、思ってる方で現在フリーランスで、私と同世代の方とかね、なんかそういう方になんかね、共感してもらえたらいいなと思いながら、日々配信をしていっております。はい、興味のある方はですね、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いします。はい、というわけでね、今日は、まあ何話すかっていうとですね、まあ特にそんなあれなんですけど、気づいたらですね、なんと私、フリーランスになってなんともう3年丸3年経ったんですよ。でも4年目にね、気づけば突入していたっていうね、はい、いうことで、なんかそれについてね、ちょっと今日はただただなんか話そうかななんて、はい、思います。はい、というわけで、そうなんですよ、僕47歳の時に脱サラしてね、このフリーランスになりまして、もう3年経っちゃったんですよね。はい、でも気づいたらね、もう50歳になっていまして、はい、いやまあ長いようでやっぱり早いですよね。うん、月日が経つのはですね、もうあっという間でしたよ。はい、でこのチャンネルですね、このチャンネルも大体僕脱サラした時ぐらいから始めたんで、このチャンネル自体もなんとね、もう3年経ってるんですよ。いやーなんかこんなにね、ぶっちゃけ続くとは思ってなかったんですよね、僕も。うん、でね、別にそんなね、チャンネル登録者数が多いわけでもないんですけども、なんでこんなね続けてこれたのかなって思ったら、やっぱりね、こうやっぱこんなチャンネルでもですね、やっぱ見てくださっている方がいて、まあたまにねコメントくださる方がいたりとかしてですね、やっぱりね、それがねやっぱり励みになって、やっぱりね、ここまでね、続けてこれたんだなっていうふうにはね、思ってます。はい。だ本当ね、自分のね、思いをずっとね、ただ単にこう、喋ってるだけなんですけどね、うん、やっぱそれに共感してくださる方もね、いたりして、うん、本当にね、本当にそういう方たちのおかげだなっていうふうに、はい、思います。はい、で僕もね、少しでもね、こう、これを見てくださってる方にね、少しでもこう、なんか、励みになったらいいかなっていう、ただただね、それだけの思いです。はい、であと面白おかしくね、見てくださればいいかなみたいな、はい、そんな感じですよね。はい、いやだから本当に、まあびっくりですよ、3年も続いたんだなと。はい、でまあ仕事の方はね、フリーランスとしてやってきてね、まあどうかと、まあ、いう部分なんですけども、まあこれもね、まあ一言で言うと、本当にね、そんな自由だとかね、まあいろいろと言いますけども、まあこれもね、まあ確かに自由は自由なんですよ。はい、ただ仕事っていうのは、まあ個人事業主ですから、もう自分で選んで取ってこないと、売り上げっていうのはね、本当に立てれないんだなっていうのはね、本当思ってますね。はい、ということはやっぱりね、人間的にも本当に、ちゃんとですね、しておかないと、本当仕事っていうのはもらえなかったりね、すると思いますし、本当にね、一つ一つの仕事っていうのを丁寧に、ちゃんとね、やんないと次の仕事にもね、つながらないものなんだなっていうふうに、思いました。これはね、やっぱり会社員時代とはまたね、考え方が変わりましたよね。うん、会社員時代っていうのはやっぱり会社のね、やっぱりなんといっても大きなこう看板があったんで、
やっぱそれでね、仕事っていうのはやっぱ入ってきてたわけなんですけど、やっぱこう個人事業主っていうのはね、もう自分が看板なわけじゃないですか。でその看板っていうのは、始めた当初っていうのはね、もう全然もう無名の看板というほどでもない、まだね信用も何もないような状況だったんでやっぱ最初はねやっぱりすごくね、それがね大変だなっていうふうに思いました。はい。でやっぱりね、第一にこう信用っていうものを、年数かけて、作り上げていかないと、いけないんだなっていうふうにね思いましたね。はい。で今現在でもですね、まあそういうふうに思いながら、まあ人間関係とか人付き合いですね、まあこの辺をしっかりとね、やっていかなきゃいけないなっていうふうに、感じております。いやでも本当にね、まあこれからね、脱サラしてフリーランスになろうとか思われてる方とかにはね、特にねやっぱり聞いていただきたいんですけど、本当にね人間関係ってすごくね、めちゃめちゃこれ大事だなとね、いうふうに思います。要は人脈をね増やすっていうことですよね。うん、これはね本当に大事なことだなと思いますんで、まあ、これからねフリーランスになろうと思われている方は本当にその辺はしっかりとね、考えておかれた方がねいいんじゃないかと。はい。僕もね丸々3年やってみて本当にそれはね、言えることだと思います。はい。やっぱり自分がね、まあ、その辺で、苦労したんでですね、これから始められる方は、まあ会社員の方とかはね、その会社にいる間にね、しっかりとね、いろんなね、こう仕事関係の人とかと、すごくこうつながりをね持っておられた方が、いいんじゃないかなというふうにね思います。はい。まあそんな感じでね、まあ今現在に至っているという頑張るマンでございます。今日ね、ちなみに今日日付の方が9月の30日なんですよね。はい。今月ももう今日でおしまいという感じですね。あ、今現在時刻が12時38分なんですけど、今日はねもう仕事を終えて、もう帰ってるんですけど、今日はね月末なんで、ちょっと僕もいろいろと直系の仕事があるんで、いろいろとね請求書をね、作成しないといけないんですよ。で今日はね帰ってちょっとそっちの方をいろいろとやろうかなって思っております。はい。っていう感じですかね、今日のお話は。はい。っていう感じで、今日はね、まあ頑張るマン、はい、フリーランス個人事業主となってね、まあ丸々3年が、経ちましたよというね、今日ねお話でした。で、それのね、まあ、思いとかを今日はねちょっと軽く話させていただきましたね。いやまあまた次回ですね、ちょっと、まあなんかいろいろと、あ、そう、まあインボイスがね来月から始まるんですけど、まあこれについてもね、まあ僕のお仕事の方でも、多少ちょっといろいろと動きがあったんでね、まあその辺もね含めて、まあ、次回ちょっと話してみようかなと、まあ、思います。はい。では今日はですねこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた次回ですね、動画でお会いいたしましょう。はい。それでは皆さん、さようなら。